俺の名前はウリュウ・タツオミ。今日も美味しく焼けた。はじめ役、どうだ？ダイエット中だから食べない。やめちまえ。看板娘のカリンとメロンパン屋を営む元殺し屋だ。孤児だった俺はコード EL というイカれた暗殺組織に拾われた。ジェイク、こう腕をひねったら肩は簡単に壊れる。じゃあ、厄介だな、キンポ。なるほど。そして同じ境遇の奴らと共に暗殺のイロハだけを叩き込まれた。その後は殺し屋を引退してメロンパン屋になった。ああ、人生もこれくらい甘ければいいのに。逃げ腰のおっさん、取り柄ゼロだじょ。辛辣だな。組織の元同僚、カリンと共に切り盛りしている。だが現在コード EL の内部で激しい抗争が勃発している。新トップの銀だが俺の昔世話になった毛利グループの人間に暗殺指令を出したのだ。理由は毛利のおっさんが組織の方針に反対したから。毛利、わからないなら死んでくれ。そんなバカだ。それにより毛利のおっさんが撃たれた。そして俺たち元毛利グループの人間まで組織はターゲットにしやがった。命の次に大切なメロンパンカーが。師匠、俺のせいですみません。わけありなんだろ、気にすんな、タヌキ野郎。さらに俺のメロンパンの師匠まで巻き込みやがった。そして決意した。奴らここまでやるか、なら組織のトップ銀田を暗殺する。メロンパン屋を守り仲間を守るため、俺は再び暗殺者シリュウに戻る。一度は所属した身なので奴らの力は身に染みて分かっている。カリン、いずれにしても逃げ場はない。やるかやられるかだ。仕方ないわね、組織を抜けた時点で覚悟はできてる。カリンもあの頃の空気に戻ってる。俺たちの仲間毛利グループは殺しの天才ジェイク、剣豪バース、骨折りの金宝、三の足沢、あとは俺とカリンだ。まあ少ないわな。その日の夜、アジトで俺は奴らと落ち合った。この戦争俺も参戦する。本当に心強い、シリュウ、感謝する。ウェルカーム、ウリュウ君。シリュウ復活祭だね。やむを得ない戦争だが、昔の仲間に歓迎されて悪い気がしない。世話になった毛利のおっさんをやられて、二人の怒りは頂点だ。おっさん世話になったからな。今回とことん行くよ、俺は。組織に思い知らせる。俺たちを狙ったならば死ぬのは自分だということを。実は一つ大きな疑問がある。毛利のおっさんの死体はまだ上がってねえのか？ああ、まだ見つかってない。組織も探していることが分かった。毛利のおっさん生きちゃってるかも。毛利のおっさんの精神がはっきりしていないんだ。毛利のおっさんはコード EL の教官だった。いいアサシンに育つんだぞ。俺たちがガキの頃から徹底的に殺しを仕込まれた、いわば師匠だ。はっきり言ってあのおっさんはめちゃくちゃ喧嘩が強い。甘いぞ、シリュウ。腹が爆発した。ぶっちゃけ二十歳くらいまで俺たちが勝負にならなかったことだ。おっさんはあらゆる獲物に精通していた。バース、へそを敵にぶつけるつもりで打ち込め。おお、なんという打ち込みだ。一本背負いじゃ。よー。昔は組織最強のアサシンだったと聞く。まあ自称だがな。おっさんが生きていたら精神的支柱としてでかい。あるいはここにいない元毛利グループの人間も力を貸してくれるかもしれん。そうそう、実は毛利のおっさん以外にも銀座に反対してる幹部がいるんだよね。うん、今金宝が接触を図っている。おいおい、金宝にそんな大役任せて大丈夫なのか。普段のあいつまともに会話できねえだろう。その頃、金宝はコード EL のとある幹部と接触していた。あなたは敵ですか、味方ですか、それともチワワですか。チワワなわけないだろう。味方だ、君が金宝君だね。奴が接触していた幹部東山は俺たちと同じく銀田に強く反対していた。毛利さんは生きてますか、死んでますか、エビスますか。なんだこの男は。よく聞いてくれた。その件に関して私についてくるがいい。すると東山は金宝を地下の部屋へ案内した。そして地下にあったそれを見た金宝は言葉を失った。まさかこれは。あの時私は現場にいた。だからチャンスがあったのだ。そのカプセルの中にいたのは、なんと毛利のおっさんだったのだ。意識はないが確かに生きている。毛利さんが一瞬見えたが涙で見えなくなった。いますかつ。いるから涙を拭いてみろ。そして東山はその経緯を語り始めた。
あの日、不意打ちで数発の銃弾を受けた毛利のおっさんは息をしていなかった。死んだな。東山、死体の処理を頼む。承知いたしました。東山は銀田に信頼されていた。しかし銀田さん、殺す必要はなかった。あなたのやり方にはついていけない。東山は銀田が許せなかった。呼吸は停止しているが、まだ脈はある。毛利君、君が生きていればまだ希望はある。そして東山は極秘裏に自宅へ運び込んだ。呼吸は戻りました。さすが元一流の暗殺者です。ですがまだ意識は。ありがとう、奇跡だ。まだ希望はある。自宅で医療を受けさせた結果、意識は戻らないものの命がつながった。今銀田は金になるなら善人も殺すというあらぬ方向に進もうとしている。毛利の言う通り、暗殺は生きる価値もない外道に限定すべきだと私も思っている。組織のために毛利は死んではならん男だ。その通りだと思いますが、涙で前が見えません。いい加減泣きやめ。だがいい話ばかりではない。私のことを銀田が怪しみ始めた。調査に入られると厄介だ。毛利の体をここから移動させたい。その頃俺は大まかな現状を聞き終えていた。それで俺にできることはないか。もしも可能であれば金峰の元へ向かってやってほしい。俺たちは過去の毛利グループメンバーに協力を頼みに行く。なるほど。どうせ組織に狙われるなら俺たちに組みするかもしれねえな。毛利のおっさんの教え子は皆一流だからな。一方、金峰と東山は移送を始めていた。隠す場所を迷ったが、君たちのアジトが最も安全だと考える。なるほどでございます。確かにヒサロやポン島の輩が強いですね。そうしてアジトへ向かう途中、トラックに猟犬は食いついてきた。やはり組織の目は簡単に騙せませんか。しかしそれは奴にとって織り込み済み、むしろ望むところだった。東山さん、追ってです。止めてください。何、なぜだ。走り続ける、撃たれる、タイヤパンク、転倒ね。そして金峰は人気のないところでトラックを止めた。ようこそ、何もないところですが精一杯歓迎してあげましょう。そして東山には出るなと伝えて、金峰が車外に出る。貴様は金峰、お前がいるということは運んでるものはまさか毛利さんじゃないですよ。でこいつアホだ。そうすると追手たちが車から降りてきた。アホじゃない、全員死ぬから問題ない。皆さんただの骨折り損です。兵隊どもが焦って銃を構える。うるせえ。それはそうだ、トップランクの暗殺者がいるとは思ってなかっただろうからな。遅い遅い、田舎の Wi-Fi くらい遅い。おお、車の陰へ飛び込め。おお、金峰の銃の腕は一流、基礎は叩き込まれている。なんという正確さ。近距離戦の方が勝算はあるか。しかし金峰の真骨頂は、まあお手手つなぎましょう。おい、そう、素手での殺しだ。両肘脱臼、満たす欲求。やつは関節破壊魔、捕まれたら地獄だ。そして金峰は一呼吸の間に、骨折り骨折り、尊敬するのは正義孫。二人の頸椎を完全にへし折る。腰の骨を破壊してあげましょう。これが本当の腰砕け。あっという間に6人。化け物だ。蜘蛛の子を散らすように逃げていく刺客たち。しかし金峰は奴らを追わなかった。このさっき羊の群れの中に狼がいたようですね。なぜなら一人だけ逃げ出さずに奴と向き合う男がいたからだ。男は一見すると暗殺者にはとても見えなかった。関節破壊の達人金峰、噂を聞いていた時からそそられていた。動きやすい古びたスウェットを身につけ、鍛え抜かれた体には寸鉄一つ帯びていない。金峰はその男に見覚えがあった。駒木流の使い手藤田、死と死あって命を奪った柔道の鬼ですね。いかにも貴様との立ち合いが望みだ。それは20代後半で組織に飛び入り参加した変わり種だ。奴は部の本質は殺し合いの中にあるとして、自らの死を手にかけた。死よ、あなたは衰えた。こんなことならもっと早く殺しておけばよかった。そして強くなるために修羅の世界を求めてこの業界へ入ってきたのだ。
初手を取ったのは金宝。ではその意気込みを無駄骨にしてあげましょう。あなたの骨を折ってね。まるで滑るように懐へ入る。鉄にも食い込む金宝の指、しかし藤田は袖を引きちぎってそれをかわす。互いに掴まれることは体の一部が壊れることを意味する。ゆえにフェイントや打撃を織り交ぜての掴み合いは白熱する。そんな中で一歩先んじたのは金宝だった。足元がお留守です。金宝が放った足払いを受けた奴は体勢を大きく崩される。そのチャンスを逃すまいと手を伸ばす金宝。まずは鎖骨いただきます。しかしそれは藤田の罠だった。まずは腕一本だ。奴は伸ばした手を逆に掴み両足を絡めたのだ。飛びつき腕十字に今日疲れたものの、痛いのよこれ。金宝が肩関節を外す。骨折のポイントをずらし強引に腕を引き抜いた。そして金宝は仕切り直しとばかりに間合いを話す。脱骨術か。自らの意志で関節を外すとはな。この程度驚くほどでもないでしょう。ますますあなたの顎の骨を折りたくなりました。折れるものなら折ってみるがいい。そしてさらなる激しい攻防へ突入する。そしてこの差し合いを制したのは金宝だった。取りましたよあなたの首を。しかし骨が折れる嫌な音が響き渡ったのは藤田の首からではなかった。まずは肘関節もらったぞ金宝。なんと一瞬でへし折られたのは金宝の右腕だったんだ。骨折りゾン。しかし金宝はにやりと笑う。あなたのバッグが取れる。腕の一本なら安い安い。おお、この男腕を折られながら。利き腕を潰されたと同時に金宝は足を絡めたのだ。金宝にバックを取られたならあとは地獄だ。まずは命乞いもできないように顎を外してあげましょう。次は肋骨を全部折ってあげますね。片手だろうが触れる場所全ての骨関節が破壊される。金宝はほとんどの関節を破壊した。敬意を表して私の技をお見せしましたが最後の土産です。あなたと戦うのは骨が折れました。そして最後は奴の頸椎をひねり折ったのだ。こうして死角を跳ねのけた金宝は平然とトラックへ戻っていく。何の成果もなくこれだけ人員を失うとはまさに無駄骨掘りですね。金宝さすがだ。俺の助けは必要なかったな。おお、憧れの支流。一箇所でいいから骨折らせて。なんでだよ、味方の骨を折ってどうする。憧れは憧れのまま。まずは折れた腕の治療をしろ。腕を固定してやるから乗れ。揺れがきついだろう。優しい支流、好きになったら責任取ってね。アホか。おお、支流、会話になる人が来てくれた。そして奴の尽力で逃げ延びた荷物は後に構想を変える大きな一手になるのだった。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。